K スタイルラジオアフタートークタカチャンネルアルファという、はい、これ YouTube チャンネルなんですけども、はい、だいたいラジオに出演してもらってで、まあ、話し足りなかったこととか、うん、感想とか、はい、いろいろ聞いていくっていう今日ゲストに出てくれてる、はい、みゆさんです。よろしくお願いします。みゆです。シンガーソングライターのみゆさん、はい、どうでした？こう出てみて。実は、うん、アルファで準レギュラーでやらせてもらってた時があって、ラジオ番組を。そうなんだ。そうなんです。でこのスタジオでやってたんですよ。だからなんかめっちゃ懐かしいというか、今年最後に来れてよかったんですけど。加賀さんにも初めまして。あ、初めてですね。はい、いろいろお話をさせていただいて、僕はもう、まあ、事前に神社仏閣で歌われてる子っていうのを、まあ、聞いて、うん、YouTube とかでも曲もいいし、うんうん、まあ、見ている段階で普通に可愛いなとは分かってたんですけど、実際に見たらもうめちゃくちゃ可愛いですね。もう重力に耐えれなくなって。いやいやいや、もう間違いなく今一番です。一番です。いやー、でもなんか私もちょっと見させてもらいました。チャンネルとか、はい、京都検定っていうのすごい気になりました。そうなんですよ。僕今カカチャンネルとカカチャンネルアルファで2つやってて、チャンネルを2個ある、2個あって、こっちアルファの方で、うん、今一生懸命京都検定やったりとかして、はいはいはい、この間もう何が出るんですか、問題とか。なんか明智光秀のことで言うと、うん、明智光秀はどこの道を通ったかとか。へえ、はい、それって何、マークシートじゃなくて、4択。あ、なるほど。でこの間3級の過去問を解いたんですよ。うん、どうでした？落ちましたね。いや、まだ始めてばっかり。そうなんですね。もうチャンネル自体も始めたばっかだし、そうで、これからなんだけど、うん、もうちょっと東京から来てるから、うんうんうん、やっぱ京都を知りたいから、うんうん、はいはいはい、一生懸命頑張ってて全然わかんないから。本当に痛い。確かに。でもなんか漢字とか結構難しいところあったりしますよね。 あるあるある。ってそうだからもう覚えるのも大変だけど、でもちょっとずつ分かるとなんか楽しいなと思って。そうですね。そう、おじいちゃんが京都に、うん、あ、はい、そうなんだ、住んでるんで、それこそ明智光秀がなんか逃げた山みたいな。あ、はい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 、分かりますか？分かる分かる分かる。何ですか？いや、もう4択出ないと分かんないけど。4択出た、あ、この感じだっつな、もう本当に分からないですよ。ちょっと意地悪してしまった。それ明智光秀のおじいちゃん。あ、じゃないですけどね。明智光秀のおじいちゃんはもうそれだいぶ死んでる。 そうですね。そこの地域、そうです、大山崎っていう山が、大きい山があるんですけど、そこの近くに住んでて、はいはい、そうなの？そうなんです。だからちっちゃい時とかよく大山崎にハイキング行ったりとか、うん、たまにじゃあ会いに行ったりとかも今でも。あ、します、します。お墓参りとかも近くに京都にあるんで。あ、じゃあ家族で。はい。あ、そうなの、うん、いや、ぜひその時呼んでほしいけど、ね、一緒にお墓参り。いや、俺まあまあ多分ご家族に好かれる、お母さんとかに好かれるタイプ。俺全然怒ったとかで、こたつの中で全然俺全然いけるタイプ。お母さんっていけるタイプ。本当ですか？本当に絶対いける。じゃあぜひぜひぜひちょっと次回、今は東京日本全国回りながらも、まあ、何かあったらちょっとこう、うん、京都もちょっとこう一目二目置いて。いや、そうですね、やっぱりちょっと自分の中で特別な場所なので、ね、それこそ YouTube が音楽を始めたきっかけなんですけど、うん、まあ、京都で取り出したので、うん、本当自分の中では一番、なんて言うやろ、音楽を始めたきっかけになった場所っていう感じで。そうなんや、うん、あ、じゃあちょっとね、何かこうまだわからないですけど、はい、何かこうイベントとか、うん、なんかちょっと一緒に何かねやりたいですね。ぜひお願いします。ちょっとやりましょうよ。それこそ私もう何年間も京都でその動画撮ったりしてないから、あ、そっか、それもいつか再会できたらいいなとかって思ったりしてるんで、ぜひ。はい、いや、もう本当に僕はもうありとあらゆる力を使ってなんとか。お願いします。カナブレインで、はい、そうですね。一瞬ね、気づきました、見てる。ちょっとミュウさんが離れましたから。この人危ないかもしれない。ニンニク臭くないですか？え、全然。
あの昨日、うん、なんかすっごい美味しいニンニクのラー油漬けみたいなのを発見しちゃって、それめっちゃ食べちゃったから大丈夫。あのね、いや僕ね、僕もニンニク好きで、うん、だからニンニクとかを食べる子の方が僕好きなんです。あ、本当ですか。美味しいですよね。もう食べちゃおうみたいな。いやー、そうなんですよ。めっちゃ美味しいですよ、ね、いや本当、俺は本当にニンニク家族になってもいいと思って。ニンニク家族そんな返し聞いたことないけど、ニンニク家族でもいいっていう。それはよくえ、じゃあお酒も飲まれます？お酒が飲めないんですよ、全然。何も飲めないんだ。うん、なんかちょテンション下がっちゃって、あの、あ、なんてやろ、ダウンの方にダウンな感じになっちゃうのがちょっと申し訳なくて、周りの人に、はい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 、だからあんまりお酒飲まないようにしてるんですけど、たまに飲むと、うん、なんで生きているんだろうとか、こうなんていろんな、なんていうの、深く考える、闇の部分が結構闇深いんですか、普段の見るの。うん、いや、そんなことないと思うけど、うん、あ、でもなんかそういう時ありません？あるあるある、そういう時、タイミングは。それがすごいお酒飲むとなんか出てきてしまうから、うん、ちょっと控えます。やっぱお酒は楽しい方がいいじゃないですか。まあね、まあね。でもそういう飲みたい時もあるでしょ。いや、でも私あんまりお酒多分合わへんねやろなって思って、あんまり飲みたいっていう気持ちにもならへんから。そうなんだ。基本的にはならないですね。それコーヒーが結構飲みすぎちゃって、コーヒー好きなしんどいです、最近。それは何、もう美味しくて飲むってことだよね。そう、なんかブラックを飲めるようになったんですよ、最近。でそっからなんかすごいカフェ巡りみたいなのが好きになっちゃって、で自粛期間中とかで割となんかこう一人で、まあ、友達とかにも会えないから一人でちょっと散歩がてらにとかっていっていろいろコーヒー回ってると、なんか一日に多分もう多い時10杯ぐらい飲んじゃって、でだいぶちょっといいと、なんか口周りというか口内炎とかこんなにちょっと悩まされてた時期がありました。それこそ京都でいうと、はい、まあ、もちろん東京もあるんです。京都でいうと、あの市川屋コーヒーとかしてます。え、どこにありますか。あの馬町っていうんですか。え、分からへん。あの東山七条の方。行ったことないかもです。そこは本当フルーツサンドとコーヒーもめちゃめちゃ美味しくて、うん、僕もこちらのラジオ局で撮らせてもらう時に、はい、そこ入る前にそこのコーヒー屋さん行って、でちょっと今日の選曲とか、うん、あ、いいですね、こうかっこつけて考えようみたいな。おしゃれ、はい、全然思いつかない全然思いつかない、いや京都ではそうあんまり行ったことないんで、ぜひぜひぜひいろいろ教えてください、ね、ぜひです、本当嬉しい、はい。まあそういうことでちょっといろいろと何かね、はい、やらせてもらえる、はい、ということで、はい、ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に曲、はい、曲のねあれだけ言ってもらって、曲の一押しの曲を。あ、1月の24日に、うん、Love You in Blue という新曲が、リリースされます。はい、配信でリリースされるので、皆さん の iPhone だったりとかスマートフォンでたくさん聴いていただければ嬉しいです。ぜひチェックしてください。はい、ぜひみゆさんの作品ぜひご覧ください、お願いします。ということで今日のゲストはみゆさんでした。ありがとうございました。